よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。大五郎と申します。今日はですね、一人しゃぶしゃぶやります。いつものことながらですね、 YouTube のクラシルさんで紹介されていた、絶品鍋の作り方というレシピ勉強させていただきました。めちゃくちゃ簡単そうだったんでチャレンジしたって感じですね。で、おつゆは白だしと水とめんつゆを入れてます。で、このネギと白菜をですね、こう細長く切るんですよね。白菜は芯と葉っぱに分けて、この切り方すごいかっこよくて今めちゃくちゃ気に入ってます。ただ僕の技術だとちょっと太くなるんですけどね。料理長はものすごい細かったです。で、この切り方慣れなすぎてがっちり指を切りました。久しぶりに事故りましたね。あとはそのおつゆの中に、白菜の根から入れて、葉っぱネギを入れて一煮立ちさせればもう完成ですね。少し味を見てみましょう。これが美味しいんですよ。もうしゃぶしゃぶです。豚のロースが 40% オフで買えたんで、それをしゃぶしゃぶしましょう。いい感じですよね。で、一通りお肉に火が入るまで待ちましょう。まあ豚なんでね、しっかり火は入れた方がいいですね。完全に色が変わったんで、白菜と白菜の芯、ネギを間にのせて肉を絡めると。で、まずお皿に取りまして、このおつゆ色見てください。これすっごい色してます。もうこの状態でものすごいいい匂いしてます。いただきます。いい匂いがしてますよ。あっ、うん、まいんです。おいしい。これが本当に僕料理してて過去一番感動しました。おつゆもこんなに簡単で食材も簡単なのに、切り方と調理でこんなに美味しくなるのかっていう、本当に料亭の味なんですよね。料亭行ったことないんですけど、ものすごい美味しいです。これ皆さん知ってるんですかね。僕初めて知ったんですけど、動画見て。これはね、リーズナブルで簡単で最高です。もう確実にやりますね。皆さんもぜひやってみてください。僕が言うことじゃないですけど。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドよろしくお願いします。最後までありがとうございました。